YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日は、キャンピングカーショーの2日目の朝なんですが、特別に許可をいただいて撮影をさせていただいております。本日ですね、僕がご紹介するお車なんですが、あのネットで話題になってます、あの1台が北海道で見れるということで急遽撮影をさせていただいております。後ろでご紹介するお車見えてますが、ちょっと見ていきましょう。はい、こちらがですね、トイファクトリーさんのバンコンです。トイズボックス95というバンコンなんですが、このポップがすでに見えてますけれども、これですよ、あのトイストーリーとコラボした一台ということで、本当にネットで話題騒然だったあの一台で、このお車もう、生産というかが、本当にもう終わっちゃうということなので、このあと見られる機会は本当に限られてくるんじゃないかなという一台でございます。ではちょっとね、早速スペックからね見ていきましょう。はい、こちらがですね、トイファクトリーさんのバンコン、トイストーリーの限定モデルでございます。トイズボックス95。ベースがですね、ハイエースの特装車ということで、全長が5380、幅が1920、高さが2285、乗車定員が5名で就寝定員が4名となってます。で、これ今北海道のキャンピングカーショーのイベントの朝なので、四駆フルタイムの、まあ、あのお車ベース車両になってますので、お車のねベースとしてはちょっと高めのものからスタートしてます。はい、でこちらですね、標準装備と見ていきましょう。標準装備、まあ、サブバッテリーがついてます。あとはね、プラズマクラスター、今のご時世こういうのがあると、安心してね旅に出れると思います。冷蔵庫は横開きの40リットル、こちらも標準装備になってます。展示車に装着されているオプションとしては、ホワイトパールとか LED のヘッドランプとか、アイソフィックス、チャイルドシートですねに対応できるようなシート、マックスファンとか、シアターシステムとか、350ワットのインバーターとか、あと FF ヒーターとか、アルパインのねナビとか ETC とかもついて、このお値段になっているということでございます。はい、でね、外観からいろいろとこだわっているので、そのあたりもねちょっと見ていきたいなと思ってます。まずね、外観のオリジナルポイントということで、まずね、この部分ですよ、出窓の部分ですね。一般的にはね、エクステンションウィンドウなんて言ったりもしますけれども、この部分のカラーリングです。これがね、ブラウンになってるのがお分かりいただけますかね。これ実は、このキャンピングカーで、だと組み合わせとしてはね、通常はないカラーリングのものになってます。なのでこのブラウンのねカラーのところはね、外から見て一発で、あのトイストーリーモデルだということが分かるようにカラーリングを変えてきているというところでございます。
例えばここがね一気に真っ黄色とかだといかにも あの車はってなりますけど、このなんて言うんでしょう、外観の雰囲気は壊さない、ブラウン系のカラーリングっていうのは、すごく嬉しいところじゃないかなと思います。あとはね、続いて見ていきたいのがホイール。この辺も標準装備なんだそうです。オリジナル、完全オリジナルのホイールということで、このね95というふうに、書かれてますし、この周りもねカラーリング再度塗り直しているということで、遊び心というかね、もう早くこの車に会いたくなるような一台なんじゃないかなと思ってます。では室内も見ていきましょう。まずは運転席のところです。よいしょ。はい、このシートなんですが、もちろんねこのシートのところも変わってるわけですけど、このシート生地なんですが、実はこれね前のトイファクトリーさん、トイファクトリーさんで仮木の、シリーズありますよね。それと同じ生地が使われているということで、こういったところも高級感だったりとか品質というものは、キープしたいということで、この仮木の生地がしっかりとしたものが使われているということです。はい、ということで続いてこちらがね、車両の後部になるわけですけど、今まずこうやってね、助手席のところこうやって、シート倒してますが、ちょっとね写真見ていただきたいんですが、オプション設定でここにね今マットレスを追加でつけることができますんで、そうするとこのセカンドシートと対面で座れるような作りもできるということです。はい、そしてねこのボックスですよ。この辺からもトイストーリーの世界観がね出てきますよ。まるでおもちゃ箱のようなこのボックスです。そこにドリンクホルダーがねついていて、ここはね開けることができるんです。はい、であとはここにセカンドのシートに向かってダイネットということで、テレビももちろんついていますね。ここです、テレビがついていて、そして天袋です。はい、もう本当にアンディの部屋が蘇ってくるような一台ですよね。はい、実際によいしょ、ここの天袋の部分はちょっと触らせていただくと、よいしょ、こういう感じで開いてちゃんと収納として機能しているということです。で、室内のもう一個、例えば室内のねこだわりポイント他にもたくさんあります。このウッドのところですね、オリジナルのこうやって収納スペースですよね。本当に絶対トイストーリーの DVD 置きたくなりますよねというのと、あとはね後ろ側お隣の壁側のところです。ここもですね室内のこのマットレスの生地と同じものが、貼られていて、ここも室内のね統一感といったものが綺麗になされているわけです。はい、あとねエントランスのところです。このねエントランスのこの刺繍もですよ、こうやって扉を開けた瞬間からこのキャンピングカー手にした人だけが味わえる、あ、僕の車だなというのがねありますよね。で、冷蔵庫、これね標準装備になってましたけど、このカラーリングの冷蔵庫って今までなかったですよね、キャンピングカーで。まあもともとねキャンピングカーの冷蔵庫にこうやってカラーリングをねしているということなんですが、この色の対比っていったところもすごい綺麗ですしね。でここに関してはここをこういうふうにロックを解除をすればもちろん開くわけですけど、荷物とかバーベキューする時とかも買い物した大きい荷物をわざわざね靴を脱がないでここですぐにね出し入れできるっていうのも一つレイアウトとしては使いやすいポイントなんじゃないかなというふうに思ってます。はい、続いて車両後部見ていきましょう。こちらがですねベッドになります。このサイズですよ。この出窓の部分で、ベッドサイズがですね横に180あるそうです。で縦方向には
2メートルあるというふうに伺ってます。はい。で、まあ縦方向にね3人、ゆっくり寝ることが当然できるわけなんですが、この下の部分、向こう側にマットレス見えますけれども、ここですね、セカンドシートのところと高さが合うようになってますので、下の部分でも人が就寝できるようになってます。で、あとはこの辺シャワールームとかシャワーとかこの辺についてまして、アウトドア好きな方ね、ワンちゃんとか飼われてる方も外でこうやって、シャワーをね使うことができるようにもなってます。で、もう一つこの車の嬉しいポイント、買った人だけが味わえるこのシリアルナンバーです。今ね08って書いてありますけれども、もうこの全ての車についてるわけです。この車は何代目のお車ですよっていうシリアルナンバーがついている、そこもね買った人だけが味わえるところ、嬉しいところですよね。あとはですね、最後ちょっとその外側にもう一個嬉しいというか可愛い、仕掛けがありますんで、ちょっと上の扉閉めていただいてもいいですか。スタッフの方にね今お願いしてます。ありがとうございます。これですよ。あのウッディの足の裏、ウッディでしたっけ書いてあるね、ウッディの足の裏に書かれたあのアンディの文字がキャンピングカーにもついてるわけです。僕ねトイストーリーむちゃくちゃ好きで、リアルに100回ぐらい見てるんですけど、いやこれはねほんと可愛いですよ。でシリアルナンバーはねこっち側にもついてるってことですね。はい、ありがとうございます。ということで今回はですね、限定モデル、もうなかなかね、お目にかかれない1台だとは思いますけれども、貴重な1台をね撮影させていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下で鐘の音も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。